玉井宮東照宮は、岡山県岡山市中区の東山丘陵にある神社。旧社格は、県社。備前国内別格五社の玉井宮日光東照宮から、初めて地方勘状され、岡山城並びに、城郭鎮守と岡山神社、今村宮、玉井宮の宇治国域の総鎮守としての、備前東照宮の二社。豊玉姫命、彦命、玉姫命、 徳川家康公を祀る。玉井宮は元来、小島半島東端の小島郡小串村大矢孔明先に鎮座していた。大宝三年に創建された。大徳二年当地に玉井宮として移転潜座した。この時の祭人は豊玉姫命一柱のみであったと伝えられている。現在の地に潜座してからの歴史しかはっきりしておらず。 元地である光明期に鎮座していた時期のことがはっきりとわかっていない。元地には社がなく祭礼が行われていたであろう広い開拓された場所があるのみとなっている。外来宗教観を受けていない古神道であったと思われる。また光明期に鎮座していた頃に玉井グルから分社されたと思われる神社仏閣が瀬戸内海中心に鎮座している。日本初期、 古事記等に、光明期に鎮座していた頃の玉井宮るのことについて、読んだであろうと与玉姫命の和歌がある。玉井宮仙潜には、次の伝承がある。岡山の東南半利、玉井宮るの後の山なり。王子、玉井の明神会場よりこのところへ、衰弱増します先、今の光明期に増しますける。この時光明輝き会場を照らした前は、内海の海人とも両行。 可能日がたく、なお、の光明期よりこの峰に移したて祀る。その時、初めて見て蔵を立てしゆえ、各名付けて、平立山とも言う。遥かの後、今の玉井宮の地へ移したて祀る。玉井のおことは世に、あまねく知るところなり、ここにリアクス。先座した年の大徳二年、斜塔より、夜ごと怪しい光が発せられ、このため魚が寄りつかなくなり漁師は、 不良で困っていた。そこで神前に、大うかいを立てたところ、みてぐらが舞い上がり、飛んで立ったところに先座するようにとのご神託があった。そのみてぐらが立ったところを、平立山と呼び先座した。そして、この宮を、玉井宮、または、玉の宮、玉の裏と呼ぶようになった。江戸時代になって、玉井宮の祭神に、池田三政の命により、 彦コホで命吉田氏の裁量により、玉より姫命の,の二柱が合祀された。車窓に、瓶・井山安住院が一番古く玉井宮が、現在地に先座した、王徳二年から使えていたが遠方で便利が悪いので、遠方二年に、当時門田にあった、松寺三家寺である大徳院、大福寺、薬師坊に移った。その後、法営五年に、車窓三家寺を放免している。 大福寺にある玉井宮演起によると大道元年、愚法大敷町の折、鎌島沖を上落中玉井宮より、金色の光明を輝き、大あ怪しんで、港の裏に入り玉井宮に登る。国造菩薩出現して、我が山終了の駅構が家に生まれ、今はこの地にある在東中霊夢を告げたとおっしゃられた。大師は感激して、本寺国造菩薩尊像一区と、鳥居一揆を混流した。 玉井宮の額もこの時に大師が書いたものであった。また、天安二年、地匠大司季町の折小島沖を上落中、玉井宮に移送を見て船を寄せ参詣した際、薬王氏が出現して、我が三州に生まれ今はこの地にいる、汝の守護神である。とおっしゃられた。大師は薬師如来像一句、如遺林、観音像一句を造作して、脇地とされた。 これらは、あやマスコのうちにあったものを、幻の中に監督して造造したものである。仏教色の濃いもので、工房大師、地匠大師等の構想にも関連深い神社となっている。昭宝2年岡山藩主、池田三翼は、この地に、岡山城並びに城郭と岡山神社、今村宮、玉井宮の宇治国一すべての総陳樹として、東照宮を肝心した。 岡山市の総鎮守である。また、玉井宮は、前の広場に移転された。東照宮造営現在、現存している建造物で本殿、神流門、石道楼、山道等は、東照宮創建当時のものである。東照宮以前の玉井宮の社殿については一切、記録したものが発見されておらず、東照宮は池田三翼の対岸で、岡山に誕生し、 その社殿造営には、加ろ池田では守るお大奉行とし、徳川幕府の作事方、総大区木原木城を大区東領にあて、備前藩の作事総大区の地位にある横山三郎衛門は、将倉として自席に置くなど、人員配置にも異常の配慮の払われた神社の造営であった。徳川家康を祭人とする東照宮の備前藩城は、言うまでもなく藩主池田家が、 徳川将軍に対する誠意先生の表現であって政治的意義が大きかった。池田家履歴略起承法2年2月の記事中に次のように記している。東将軍造営去年東英さんの解散、展開造成をもって東将軍を備前に誕生し、上郭の鎮守と祝した手祭らんことを将軍家の御内調に達せられしが今年6月1日創上より返答あって、 同二日、堺さぬき神のもとへ参りたまい、ご感情のことをせあれば、紀伝の志は言うなれども、以後国々残りはなく願われ、心にもあらぬことに、成行き後半はいかがなり、さればいかに軽くご造営しかるべしと答えられてる。別交代にえつせたまい、やがて備前に帰られそのようにあり、七月九日初役を、命ぜらる。 上記のように時の退路を境さぬき守るただかつから、東照宮の地方環状が全国的な流行になり、カビを競うことになっては大変であるから、質素な社殿に造営せられるよう、という回答を得て、三つは満足して帰国し、同年7月9日別期のように東照宮、造営所役を定め、工事に着手した。社地は、当時の上等軍門殿村平立山で、ここには、 古くから、玉江宮が鎮座し八万宮として数計されていたが、この宮を、地続きの南部の定地に移し、その後へ、大掛かりな、東昇宮の造営は行われたのである。かくて同年12月17日ご作時落成しければ、池田ではをはじめ、諸役員部五字副五道区お墓間白金等を、玉物府、雄ではには、お刀玉割り師と運。以上を記すように身長を極めた。 東照宮の造営工事であったが、社殿が竣工すると、身体の方芸に移る。これ、また周到な準備のもとに礼儀正しく行われた。江戸では、昭法元年9月17日に、東江山美社門堂門跡公開僧城が、身体海岸供養を終士、同12月1日美前から方芸のため老中、池田佐渡、鉄砲等荒尾蔵之助及び熊谷玄太兵衛らの一行が、 岡山を出発した。そして、正宝2年正月19日、身体を金越しに移し、上野門関明大上昇院見解その他多くの僧侶が供養して、江戸を出発、伏見から船で大阪に下り、大阪からは宝芸のために新造した日光丸に異常、上昇院を呼び、三門主とは別船に乗り、2月8日に奥群牛窓港に着船した。 岡山からは、過労、日置若狭が、お迎えとして、牛窓に出張。その日のうちに、岡山に到着、兵と手山の仮殿に安置した。ついで16日夜仙沼、17日後本社で、下法要、執行、18日後本自動で、薬師如来海岸区養、19日拝殿で、論議執行、論大教官勝ち、列、 上等軍築地さんの僧侶により総額があり、感情の正し式が終わった。東昇大権元から、東照宮へ、東照宮の備前勘定をアムナ札に記すように、天台州東栄山美写門堂門跡公開僧侶を同志とし、諸儀式が仏式により行われており、はじめは、東昇大権元と称した。池田家履歴略記にも、正法2年5月17日火表に、 東昇大権元の額体をかけるとあり、次に12月3日宮号の直居あり、東照宮と申し立てまつる、と、記るす。しかし、鳥居の額体はそのままにしておき、遠方4年11月11日、東照宮の額体をかける、梶井い森住高神王の筆、と見える。東照宮の御子備前第一の正義とされた、東照宮の、権元祭には、囚人の目を驚かせる。 金色三千たる御しが練り出した。この御しについて、湯浅定山は、文解雑記付録管理の中に次のように記入している。常山は、東照宮造営の時、総武行を務めた、湯浅馬野城の四代の孫にあたり、直に、当時の記録が残っていたので、それにより覚え書きを残したものである。一、我藩、神祖、孔子した孟は、列公の時代病のたまものなり、 神祖の御しは、前人死前人世り。我を東の日光山の御しと我藩の御しとただ二つ、税より美なる話と世にはうんなり。さだが、大父のい箱中に、御しを作られたる時の目録あり。御子及び、正紀、家保子、春芸と合わせて、銀十七冠目の両なり、つまびらかにそのことを知るせり。さだが四世の祖その時神祖病を経営せる。 そう感たるゆえなり。今をもってみれば三百巻目の議に手荒ざれば、作らるべからずと人間減り。もとに思うに、王子物価のしずきことを知るべし。新村の病を作られしは、商法元年のことなり、孔子は、商法三年日の犬に始まれり、今に去る百年なり。また、列公をお稲葉より備前に封じたまもの府は、官営年中なり一。 列高装病をおだてさせたまうの後、平安の霊人来たりて武学す。この軸は宿森川助左門集するところの木に見えたり、その基人気として人に出さずと人の語りき。文中にあるように、日光東照宮の御腰を、備前の東照宮の御腰と、日本にただ二つと言われたほどの名品であったが、明治いごたえ上渡したものか、この御腰は玉江宮には残っていない。 上記のように、玉井宮と東照宮は場所を同じくしていたが、別々の神社であった。明治時代になり、明治14年玉井宮と東照宮が合祀された。社名は玉井宮東照宮となり、県社に列格した。明治33年旧玉井宮の建物を移転し、西日本一の大拝殿の建立が行われ、境内が整備された。 太平洋戦争末期の昭和20年6月29日未明の岡山空襲では本殿や鳥居に焼夷弾が落下し一部破損したが、おおむね無事であった。昭和22年三沢山の山上にあった旧建社、三君神社を採取ができなくなったため玉井宮と将宮の境内に遷座した。平成元年1月31日未明に不慮の火災により兵廃殿。 新選書、社務書、参集書などを消防した。その後5年の歳月をかけて再建された。ありがとうございます。